皆さんこんばんは。今回はトータリーアキュレートバトルシミュレーターをプレイしたいと思います。ではメインメニューからサンドボックスを選びます。マップ選択画面です。ファーマー1を選びます。今回はファーマーファクションのヘイベイラーとトライバルファクションのプロテクターの戦闘力の違いについて確かめたいと思います。ではファーマーファクションからヘイベイラーを青チーム側の中央付近に配置します。そしてトライバルファクションを開いてプロテクターを赤チームの中央付近に配置します。では青チームヘイベイラー1体 VS 赤チームプロテクター1体バトルスタート。両者ゆっくり前進して橋の上で接触すると思います。戦いが始まりました。ヘイベイラーの杖攻撃でプロテクターダウンしましたね。ヘルメットをかぶってるんですが意外とダメージ受けるんですね、この意外と細い杖でも。意外でした、一撃でしたよね。プロテクターはなかなか打たれ弱いのか、それともヘイベイラーの杖が意外と強いのかわからないですが、意外でしたね。こんなにあっけなくやられてしまうとは。ということでこれをベストアングルとしてタブキーで戻ります。では続いてはプロテクターを何体まで増やせばヘイベイラーに勝つことができるかということを確かめていきたいと思います。では先ほどのプロテクターの横にもう1体プロテクターを配置して横一列の密集体系にします。では青チームヘイベイラー1体 VS 赤チームプロテクター2体バトルスタート。両者そんなに足は速くありません。橋の真ん中付近で接触します。プロテクターの縦攻撃はあまり効かないみたいですね。ヘイベイラーが星草をまとって、ヘイベイラー強いです。ちょっとプロテクターは分が悪いですね。このヘイベイラーの星草によってプロテクターの縦攻撃は全て吸収されてしまっている感じです。なかなか辛そうです。プロテクターにとってはとてもやりにくい相手。これで一体何体まで増やせば勝てるか分かりませんね。意外とかなりたくさんのプロテクターを投入しないと勝てないかもしれませんね。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。さあ一体何体まで増やせば勝てるのか。3体目のプロテクターを配置しました。横一列密集体系。では青チームヘイベイラー1体 VS 赤チームプロテクター3体バトルスタート。3体で勝てるのか。ヘイベイラーの星草の鎧は意外と衝撃を吸収してしまうようでダメージを与える。やりましたね。縦攻撃が効くときは効く縦攻撃。なかなか、まあ、3体に囲まれてはなんと言いましょうか、避けにくいんでしょうね。ガードしづらいんでしょうね。ヘイベイラーもどっち方向にガードすればいいのかわからないのでドヤ顔をしているのはちょっと分かりにくいですね。誰が一体決定打を与えたのか。真ん中のプロテクターのように見えますよね。これを見ると縦が一番ヘイベイラーの頭に近づいてますので真ん中のプロテクターが決定打を与えたのかもしれませんね。ただ右側のプロテクターがもうスイングした後の状態の盾がここまで来ているのかもしれませんので何とも言えないんですが、
ひょっとするとおそらく今のところ現時点では真ん中のプロテクターが決定打を与えたものと思います。ということで結論が出ましたね。ヘイベーラーとプロテクターの戦闘力の違いは2対1から3対1の間ぐらいであるということですね。というところで今回の動画は終わりにしたいと思います。続きはまた次回の動画でプレイしたいと思います。それではお疲れ様です。